いやー、ゾクゾクしますなー。高松の宮記念 G1 楽しみー。みんな手洗いうがいをして、コロナ対策をしてからきっちり競馬を楽しみましょう。先にチャンネル登録ボタンを押してくれ。はい、どうも、俺ですよ。はい、競馬部でございます。はい、とりあえず、収支明細の方、とりあえず3月の22日時点での、現在の収支なんですけど、回収率が 124%、 収支 33,230 円。とりあえずね、今んとこ勝ちになっておるんですけども、まあこの間阪神大賞典、とりあえず、これ自分の予想では外れたんですけども、一応ね、誕生日馬券を僕毎回毎回買ってまして、勝負レースの時はそのやつがたまたま、5、6入りまして、はい、300円買うてました。ありがとうございます。はい、もう自分の予想は外れてまして、これは棚ぼたラッキーパンチだったんですけども、3月21日結構レース勝って、まあ阪神のこの未勝利戦とかもね、2レースとか勝ってちょい当たり、こんなところ150円勝ちとか、こんなんもあって、ほんでスプリングステークスね、これ一応、着順、ワイドボックスで僕買ってたんですけども、これが、動画上げないやつほど当たってるなといつも思うんですけど、これがね、浅間のいたずらとビクティファルスか、これがうまいことハマりまして、ワイド500円いただきました。はい、こういうの動画上げとけっていうことよね、ほんまに。まあまあこんな感じで、まあラッキーパンチが日曜日は続いたんで、とりあえずなんとかね、収支プラスになっております。はい、では高松の宮記念の予想の方どうぞ。いらっしゃいませ、競馬部位の部屋へようこそ。はい、 G1 高松の宮記念、芝1200、中京トリッキーなコース1200、高松の宮記念ということでね。はい、とりあえず、予想というか、ちょっと見てみたいなという、見ていこうと思っているんですけども、まあやっぱり G1 ということなんで強力なメンバーが揃いましたよね。とりあえずは登録している馬結構ごっついです。はい、でとりあえず今回僕ピックアップしようかなっていう馬がいまして、まずはこのアストラエンブレム、57でもう1000馬8歳、もうラピスラズリ、まあリステッドは勝ってるんですけども、まあ相手もそこまで強くなく、8番人気たまたまやったんかなと。で G3 のこうね、ランクがクラスが上がればやっぱり9番人気9着と、まあそんなもんでしょうということで、まずまあまずないなと思います。はい、で次インディーチャンプ、これはちょっと要チェックですよね。言うても G1 馬、はい、マイル強いですよね。で福永騎手もお手馬ですよ。お手馬福永騎手もまあまあ調子はいいので、まあ阪神カップもね、3着ということもありましたし、まあ阪急杯、4着だったんですけど、ちょっとここは僕外すのはちょっと疑問点だったんですけども、まあまあ相手がこれレシステンシア1着っていうのも仕方ないですよね。これレコード勝ちしてる馬ですから、レコード勝ちしてた時の4着なんですけど、まあ負けるような相手じゃなかったんちゃうかなっていうのもあって、ちょっと疑問視するんですけども、まあ人気落としそうなんであれば、ここはまあちょっと狙い目あるんじゃないかなと思ってます。はい、でエイティンガール、まあ牝馬の5歳で55キロ、まあ乗り換わり坂井騎手なんですけども、内容がなもうやっぱ伴ってないですよね。もうここたまたま出てるレベルちゃうかな、まあ、G3G2 ならばの話なんですけど、ここはもう用事ないかなと、勝地のかっちゃんも用事ないと、ここも、G1 もう全く通用しません。 G3 も通用しません。もうオープンクラスかなと僕は思ってます。うん、でサウンドキアラ、ここが微妙なんやな、まあ、休み明けでどうリフレッシュで走ってくるか分かんないんですけど、ただね
牝馬6歳、まあ、今年最後っぽいので、しかもねこれ松山騎手が乗ってくるんやったら、もう今松山騎手もうルメール化してるじゃないですか。もうめちゃくちゃ勝ち鞍多い、もうよううまいこと騎乗してる。もう今年も、もう去年からもすごかったんですけども、もう爆発的に、騎手がいいので、ここもちょっと要チェックかな。サウンドキアラも、うん、ここもまあ言うても阪神カップ4着まあ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 なんですけども、まあ、マイルは通用しなかったんですけど、この馬もやっぱ1002、1004かなと僕は思ってたんで、ここは面白い存在になりそうな気がします。はい。でシバージ、これも、もう走ったり走らんかったりムラある馬なんですけども、まあ前走シルクロード中京でね G3 のハンデだったんですけども、そっからこの時は福永騎手の、まあ、56キロで今回57キロなんで、ちょっと懸念材料があるかなっていうのはあるんですけど、まあ上がりはね、あの足は速い足使ってるんで、まあ福永騎手がうまかったっていうのもあるんでしょうけども、まあちょっとここも、チェックはしとかないといけないなと。うん、まあ馬的にも、まあ、まだまだ走りそうな感じがします。はい。もうここも短距離の方がいいかもわかんないですね。はぁ、西雲構成もう落ちたな、ほんまに。もう言うてもでも G1 馬なんですけども、もう用事ないよ。もう8歳、みゆき騎手なんですけども、やっぱね何も頑張ってもこんなもんなんやろねっていうのが、もう力が愕然と落ち込んでるっていうのがよく分かったレースだったんで、もう西雲構成もう追うんええかなと、うん、思っております。はい。大名富士もうこれも分からん、ダート走ったりもう線に行ったりもういらんやろ、うん、これいらんいらん。これやダノンスマッシュ、これ香港でやっと G1 取ったんでね、これただ香港で取ってこっちで取られへんという、これ高松の宮記念でもう大敗しているんで、ここはちょっとまあまあチェックはしないといけないんですけど、正直僕はあの切ります。まあ前のね高松の宮記念がめちゃくちゃ気になるんで、もう大敗してるのがやっぱこれ中京から G1 っていうのがね微妙に相性悪いんですよね。この馬 G3、G2 とかだったら強いんですけど、なんかねなんか日本の G1 ではもうパッとしないというか、まあ、カード騎手っていうのもあでこれで人気するんやろうけどね、けど俺は今回も切ろうと思ってます。切る頭で行きます。はい。で次ダノンファンタジー、ここはチェックはしとかんとあかんやろ。これはこれも言うても阪神ジュベナイル勝った馬ね、55キロ、牝馬5歳、藤岡雄介、中内田厩舎ですよ。これは人気ある程度落とすんであればおもろい感じですよ。阪神カップも強かったですし、まあ、阪急杯、まあ、出遅れっていうのもあるんでしょうけども、ただ、中京っていうのが走ったことないっていうのが気になるっていうのもあるんですけども、馬自身のパワフルな能力を見ればここは抑えとかなあかん一頭かなと思っております。はい。トゥラベスラブいれん、トゥラベスラブごめん、今回はここじゃない、うん、俺の大好きな馬キズナサンク、そしてマルターズディオスはめちゃくちゃお世話になってるんで、ここは無条件で、もうこれは追い続ける馬大本命にします。ただ好きなだけで今回は大本命本命にします。もう田辺ちゃんとね、きっちりコンビ組んで、牝馬4歳、まだ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 潜在能力秘めてる馬、絶対に穴開けてくれると僕は思っているんで、阪神カップでもきっちり2着ね、人気薄で大概なんかええとこ来るから、ただ G1 でのね実績が非常に悪い、だからまあまあそこまでのレベルに達してないかなと思うんですけども、人気落とした時ほどのこの馬の怖さたらまずないんで、ここは俺買おうかなと思ってます。はい。
ブリランテちゃんな、怖いよなこれ。しかも今乗りに乗ってる和田龍なんで、和田龍二騎手がねよう乗れてるんですよね今。でしかも阪急杯これ2着やから、ここも完全に要チェックしとかなあかん。これがたまたまほんまに、フロックやったんか、もうたまたまやったんかわかんないんですけども、まあレース内容見てたらもうまあレシステンシアが強すぎたっていうのもあるんですけども、それ除いてもこれ強かった。やっぱね走るときは走る馬なんですよねこの馬。潜在能力がすげえ高い馬だと思うんで、ここも要チェック。うん、モズスーパーフレア、もうごめん、もう G1 馬でやろうが松坂風磨騎手でやろうがちょっと悩みすぎやろ。もうこれダートも走りのこれシルクロードも内容一番人気でバッチリ飛ばしたからね。これもうここはもう信用ならん。うん、ライトオン級もなー、ここ中京シルクロード2着をこれどう見るかなんですよね。これ 57.5 でこれ2着だったんで、まあでも中山のスプリンターで9着やけども、ここもでも一応はチェック入れとかなあかんやろな。怖い存在ですよねちょっとね。はい、でラウダシオン、ここは買うべきだかなっていうのはあるね。ラウダシオン、まあデムーロが乗るっていうのもあるんですけども、まあここの中京な、まあまあ0110っていうのもあるやけど、まあ頭はないけど3着に食い込んでくる可能性はある馬かなっていうぐらいで、うん、まあチェックは入れとかなかな。レシステンシア無条件で、ここはもう多分買わないといけない存在。僕は前走ね、信用というか、まあまあ勝たへんやろうと思ってたんですよ。もうある程度のまあ叩き台としていくんかなと思ったら、まさかのこれレコード勝ちとえぐいぐらい強かったんで、まあやっぱ1002-1004がやっぱ合ってたんかなっていうのはあるんで、ここは買いの一頭ではありますね当然。レッドアンシェル、もういやもうええよ、頑張ったけどね、頑張ったけどもう松坂様に落ちていくんじゃないかなと思ってます。へい、ということで今のね競馬 V 像の思ってるチェックしてる馬はインディーチャンプ、サウンドキアラ、シバージ、そしてダノンファンタジー、マルターズディオサ、ミッキーブリランデ、ライトオンキュー、ラウダシオン、レシステンシア、多いなこれ。こっからやね、こっから絞っていかなあかんから、まだ今月曜日なんで、うん、とりあえずね1頭だけ僕は思う、もうさっき言ってたこのマルターズディオサはとりあえず買おうと思ってる。でレシステンシアも、買わざるを得ないと思ってる。まあこの2頭はとりあえず買う方向で考えてるんで、あとよう絞ってあと2頭にする、うん、あと2頭だから今回4頭で考えてるんで、もう5頭も6頭もいらん、もう3頭か4頭で決める。うん、なんでこの2頭プラスアルファラウダ、ライト、ミッキー、ダノン、シバージ、サウンド、インディーチャンプでこれ考えるんで、またね絞り切ってから、また、動画の方上げたいなと思ってるんで、とりあえずこの2頭は僕は、買おうと思ってる2頭でございます。はい、であとちょっと告知になるんですけども、近々また競馬 YouTuber のある方と、競馬 YouTube してる方なんですけども、まあ僕と登録チャンネル登録数あんまり変わらないぐらいの方なんですけども、その方とねまた馬券対決の方、勝負したいなと、コラボ対決動画を上げたいなと思っております。ただその方すっげえ、僕みたいなこのええ加減な動画じゃなくて、ちゃんと動画編集もしてデータバッチリで回収もきっちりされてる方なんで、ちょっと面白い対決になるんかなと思ってますんで、またね、それするときは、お互いのチャンネルまた見て予想対決するんで盛り上がっていきたいなと思ってますんでね、はい、またよかったら見てくださいということで、俺の競馬 V のとりあえず高松の宮記念の、チェック入れてみたよ馬編でした。ありがとうございます。またお会いしましょう。競馬ブイブイ、チャンネル登録忘れんじゃねえぞ。
躊躇なくチャンネルボタンを押せ。